こんにちは、天馬アカデミー堀秀夫です日本に住んでいるなら輸出ビジネスで稼ぐチャンス品物は人気だし輸送コスト安いというお話です日本人が物販で稼ぐなら輸出だろうとなぜなら日本の輸送品質とコストは世界的にも類を見ないほど安くて高品質この恩恵を浮かせば儲かる商品を見つけて熱烈なファンを見つけるのに役立ちます どういうことか一例をお見せしましょう。ちょうど今日、オーストラリアからアメリカに 206g の荷物を送りましたで。日本と同じスピードの EMS で送るとですね、送料はなんと4倍です。日本の EMS、オーストラリア、あるいはアメリカに送るとね、206g だと2000円です。で、3、4日で届くと。 日本だとね、1週間ぐらいとか言ってますけど、実質問題3、4日でね、日本からシドニーに送ってもらった時でも、早きゃ3日、まあ、普通4日で届いてますね。で、そのスピードで届くサービスっていうのは、えー、オーストラリアポストだとクーリエ、ね、使ったことないですけど、まあ、クーリエサービス、えー、2ビジネスデイズ、8000円ですね、82ドル、えーまあ、8000弱。 で、これね、2営業日って、家営業日早いじゃんというふうにね、これを日本中の感覚で2営業日というのを見ると思うんですけど、まあ、実際、2営業日と言ってもですね、荷物を出した日は営業日に数えません。荷物を出した日、ね、集荷に来る時間があって、その時までにね、すぐ持っていけるように荷物をちゃんと用意しておくと、そういう作業はこちらの郵便費くらいはしません。まあ、受ければ受けるだけ。 でえー、発送作業をする人がね、えー、荷物を持っていくるような準備をしておくと。日本だとありがちな、あ待ってって、これ持ってってっていうようなことはなく、ねえー、適当に車に余裕で乗っかる分だけ本局に集荷していくというような作業なんでね、えー、まあ、朝一で出してね、その日に出してもらえるかなっていう程度で、まあ、普通に昼休みとかね、午後行ったらもうその日は郵便局にあると。 思ってほぼ間違いないなですだから、1日寝てしまう、そして土日祝日は完全休業、月曜とか火曜に出せばその日のうちそのそ週のうちに着くかなと、ね、水曜以降に出したらまずその週には着かないというのが、えー、こちらの、えー、一番早いクーリーサービスです。オーストラリアポストの場合ですね。まあ、それ以上のスピードで出すとなと、フェデックスとかしかないということになります。で 4営業日で届くエクスプレス。これが EMS というサービスはこれに当たるんですけど、名前は EMS でね、区分けは EMS なんですけど、日本の EMS とはちょっと勝手が違ってですね、先ほど言ったように、集荷に、荷物を出した日に週間には来ない。4営業日といっても、土日祝日は完全休業。夜間も作業はしない。 まあそういうことなんで、まあ、大体このエクスプレスでね、1週間で着いたらいいなというような感じです。えー、だから EMS より遅いけどね、まあ、1週間で着きゃ文句はない。十分早いだろうというサービスがこのエクスプレスになります。で私は今回これで出しました。ね、42.09ドル。まあ、約4000弱、ね日本。日本の EMS よりは品質低いですけど、まあ、4000弱で出せるということですね。 続いて、スタンダード。このスタンダードっていうのはね、ご営業日。ご営業日1日か違,違くて、またさらに半額になるんだという感じですけど、よく見るとね、サインをもらうのにはオプション代がかかります。4.99かかります。だから AMS より少し高くなります。 でもね、ご営業日なら、まあ、収、え、穫、ー、が次の日だったとしても、まあ、一生懸命届くんじゃないのと、まあ、普通はそう思うんでしょうけど、えー、日本の感覚の普通はね、海外じゃ通用しないんで、えー、例えば、荷物が多くてね、えー、エクスプレスの荷物がたくさんあって、まあ、スタンダードを持っていくとね、トラックに詰めるのが大変だと言った場合には、これ、後回しで置いてきます。だからね、どっちかって言ったら、日本でいう猿に近いかもしれないですね。 サルビンっていうのは陸路はトラックで普通にやると。で、空路は飛行機で飛ぶと。で、特色としては荷物がね、少ないときはたまるまで待つし、多いときは後回しになるというようなサービスが、まあ、日本であるんですけど、どっちかって言ったらこのスタンダードってそれに近いと。まあ、それに近いけどそれより遅いです。ということはね、 作業が多いから後回しにしようと、荷物が乗らないだけじゃなくてね、作業が多いから後回しにしようとかね、まあ、どうせスタンダードは急ぎじゃないんだから後回しでいいよとか、まあ、そういう扱いです、ね。このご営業日で1週間ちょいでスタンダードが到着したなんて聞いたことないですね。で、EMS より安いサービスになると、えー、エコノミーエアというのがあるんですけど、もうこれに立っちゃうとね、追跡番号付つきません。 まあそうなるとね、えー、例えば、イーベン紙のアマゾンにしろ、えー、相手に、ね、届,届かなかったと言われたらそれまでなんで、まあ、国際発送には使えないと。またね、えー、この、まあ、全然、ね、素早くないこの発送方法で海外に売るということはね、値段だけで勝負するということを意味するんで、非常に儲けにくい。まあ、どっちにしても海外発送だと使わない手法。まあ、通常は、えー、EMS を使うと。 クーリエサービスは高すぎるしね、スタンダードだと遅いんで、やっぱ EMS を使うという形になりますけど、まあ、値段的には日本の、えー、料金の倍という形になりますで。そういった中ね、日本のものをオーストラリアに送るとですね、EMS で送ればすぐ届くと。ね、これ実際に eBay をやってる人とかね、初めてやると驚くんですけど、 えー、注文があったらね次の日とかに発送するそうするとねもう早い時はその3日後とかに続くわけですから相手は驚くんですねす,すげえなこいつって何でこんな早く届,い届くんだよしかも綺麗に梱包してあるしみたいな感じでね、えー、たまに喜んでね電話かけてくる人とかもいますまあ英語もできないで電話かけられてもね、まあ、迷惑っちゃ迷惑なんですけど、まあ、それぐらいも喜んでくれるということがあります そういうサービスはね、オーストラリアにはないんで、これね、今年アマゾンの物販が始まったら、オーストラリアに、近所のスーパー、あるいはデパート、ドン・キホーテ、東京・ハンズ、マンダラ県、なんでもいいんですけど、日本だったら普通に手に入るものをアマゾンに乗っけて、売れたらすぐに EMS でオーストラリアに送ってあげる。あるいはね、日本アマゾンでね、その人が、ね、 次の日に届きますので、それを EMS で、えー、しっかり梱包して送ってあげる。これをやるだけでね、えーまあ、ファンになってくれる可能性が非常に高いということで、えー、日本に住んでないかできないことですよね。これもしオーストラリアの人がやるとすると、物が大してないのにね、えー、さらに早く届けようとすると、もうクーリエサービス使わなきゃいけないわけですから、一体ね、何を送ればそんな8000円も送料を払って儲かるんだという世界になってきますけど、 日本に住んでればね、軽いものだったら2000円で相手を喜ばせる発想ができるという形になります。そんなわけで、オーストラリア、アマゾン、今年9月に始まる予定なんでね、始まってすぐはもう入れ食い状態になると思います。その美味しい市場、参入のチャンスを逃さないようにですね、こちらの無料セミナーに登録して、 オーストラリアこうだよとかね、こういう商品を扱うと儲かります。あるいはオーストラリアアマゾンがね、始まる日付が決まりました。まあ、その辺の情報を流してきますんで、メイドアドレスとお名前を書いて登録して、無料メールマガジンを取ってください。では、ご登録お待ちしてます。テンバアカデミー堀秀夫でした。